山西桃太郎卒会特別企画。今回は宝くじにぶち込みます。はい、皆さんどうもこんにちは。2021年度、預金青年会議所の理事長を務めております、山西でございます。どうぞよろしくお願いします。今回はですね、急遽特別で、持ち込みの企画を一つさせてもらおうかなというところで、宝くじですよね。ちょうど今ハロウィンジャンボ宝くじっていうのをやってまして、で私何を隠そう、ハロウィン10月31日が誕生日なんですね。まさにこの宝くじ私のためにあるんじゃないかなと思いますんでですね、本当にハロウィン生まれハロウィン育ちっていうところをちょっと見せたいなというふうに思ってます。で今回予算は思い切って30枚、1000枚ですよ。1000枚この1000枚の宝くじの中で大当たりを引いて前後賞合わせて5億円ですよ。この5億円を後輩のために残そうと思います。で今回、ちょっと勝利の女神を、呼んでますんで、ぜひ一緒に入ってもらって、ちょっと話をしてから、宝くじ買いに行きたいと思います。それでは勝利の女神金子ひろこくん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。YouTube はこれは初めてですね。じゃあちょっと自己紹介、はい、よろしくお願いします。はい、広報戦略委員会の金子ひろこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ入会して、はい、そんなに時間は経っていないんですけれども、ちょっと皆さんにいろいろ教えてもらいながら頑張ってます。あ、素晴らしい。彼氏も募集中です。よろしくお願いします。お願いします。やっぱり私も本年度、自身さよならというか、卒業ということなので、後輩のためにね、何かを残したいっていう、口ばっかりたくさんいるんですけど、私は本当にね、何かを残したいということので、今回宝くじに挑戦してみたいと思います。当たったらですね、この古びた老朽化した事務局をですね、思い切ってこう建て替えてやろうかなというふうに思ってるんですけど、やっぱり女性会員もこれから増えてほしいんで、女性目線で見てどういったところを良くしたら女性の人が過ごしやすいかっていうのをちょっと教えてもらったら助かるんですけどね。はい、まずここの事務局に来て初めて思ったのが、ちょっとこう暗い感じがするなっていうのがあるので、照明だったり、ちょっと壁紙ですよね、ちょっとこう暗い感じが、本当白ですからね。これもう先輩たちの闇がね、積年積もりに積もってこうちょっと黄色がかってますけど、これがちょっとこう白くなると、ね、結構窓も多くて光は入ると思うんですけど、ちょっとこの壁紙のせいでちょっと暗く見えたりっていうところがあると思うので、そこをちょっと変えれたらいいなっていうのと、あとはそのちょっと収納が少ないかなっていうのがあって、そうですね、備品だったりいろんなものがたくさんあったりするので、そういったものがこううまく収納できるようなスペースがあったらいいのかな。あとは水回り、そのトイレを含めた水回りがもうちょっと綺麗だったら、ね、トイレもねちょっと汚いですよね。予算5億ですから自由に使っていいものを作ってください、はい、で私からも1個もし当たった時の、条件というかですね、あってですね、ぜひ1階にですね私の銅像をですね立てていただけるかなと思うんですけども、どうですかね、私の銅像が事務局の1階にあるっていうのは。いいでしょ、玄関のところに。ちょっと夜目が光ったりするかもしれない。大丈夫大丈夫と。じゃあぜひそれも検討してください、はい、それではね、早速ではあるんだけど、宝くじちょっとね、買いに行きましょう、はい、何宝くじだったっけ。ハロウィン宝くじ。正解。ハロウィンって何の日だったっけ。理事長の誕生日。よし、絶対当たるよね、はい、よし、さあじゃあ買いに行きましょう、はい、絶対当ててやるからな。はい、それでは宝くじ売り場にやってまいりました。ここはね、岩国で一番当たるともっぱら噂の宝くじ売り場、はい、本当かどうかは知らんけど、じゃあ早速、はい、資金をですね、はい、勝利の女神に託したいと思いますので、はい、では当たりますように、はい、岩国ですね、ちょっと買ってきてもらってよろしいでしょうか、はい、ではこれで買いに行ってきます。
では買いたいと思います。これハロウィンジャンボ、ジャンボの方で、はい、1000枚1000枚続きとバラとどうされます？理事長、続きとバラはどうされますか？連番でいきましょう。連番で、はい、全部連番で1000枚、はい、ちょっと待っていただけますか？はい、ちょっとざわついてます。で30枚になります。よろしいですか？はい、お預かりしますね、はい、で確認をしていただきますので、はい、お待ちください、ね、はい、で12.34.56.78.99.2個ぐらいに分けてもらってます。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、これで500、はい、こちら500ですね。はい、はい、お助かりください。お待たせしました。ぜひいいのが入ってますので。はい、ありがとうございます。ちなみにこちらで1000枚ぐらい買う方とか他にもいらっしゃるんですか？うちはめったにないです。300枚から500枚ぐらいですか、ね、南の夢タウンの方だといらっしゃるかもしれないですね。ありがとうございます。ございます。いいのが来ますよ。はい、ありがとうございます。初ですね、1000枚いたい。何でも一番じゃないかね、やっぱり。まあ、勝利の女神が買ってきてくれたんで、はい、まあ、当たると思います。これ5億だから。35億。昔あったよね。ありました。次、あれですかね、発表が、10月29ですね。29、はい、それまでちょっと楽しみですね、はい、じゃあね、私の誕生日に、はい、みずほ銀行に行って、はい、アタッシュケース5個持って、はい、で体験して、はい、その足で、はい、どっか工務店に行って、そうですね、事務局を建て替えようということで、はい、まあ、そういう今後の流れになりますので、はい、ぜひ続きをご覧ください、はい、楽しみに。